なしました。本日のスペシャルゲスト、モノマネ王コロッケさん登場です。それではどうぞ。ドギャグソンなハンタですか。どうも熊本出身のコロッケでございます。それではお届けしたいと思います。モノマネをちょっとやらさせていただきますんでね、後で熊本と一緒にやりますからね、ちょっと待っててね。本物の坊さんより体重が30キロ多いです。お届けしましょう。2億4000万の瞳、よかったら一緒に盛り上がってください。見つめ合う視線のレンザビームで夜空に描く色とりどりの声にもよくね、その星の片隅に奥の瞳が素敵な。ありがとうございます。エキゾチックせーのくまモン。もう一回くまモン。ありがとうございます。それではもう終わりです。これ郷ひろみさんにズレてるよって言われました。さあそれでは続いて、あ、いきますか。じゃあいろんな方のモノマネをここからメドレーでお届けしたいと思いますんでね。まあね、世代的に分かる方と分からない方も出てくるかと思いますが、懐かしいところから沢田研二さん、勝手にしやがれ。あ、終わっちゃった。さあ続いて和田明子さん、古い日記。もし見かけたら絶対近づかないでください。芸能界みんなそうしてます。懐かしい世良政則さん。本当にありがとう、愛の趣味を。もうやんないです。本当まさひこマッチ。うわっ、うわっ、ウベイビースニーカーブルース、ウベイビー、俺たちはまたジャニーズが大変です。どうもじゃん、ダーズシュ、早くやめてよかった。井上陽水です。ねえ、写真ですか。それではビジュアル系から川村隆一さん、ファンの方にこれはしこたま怒られたことがあります。
ごいよね。さあ、それでは続きまして森山良子さん、なだそうそう。私はくまモンがね12日じゃないですか、誕生日がね。え、 いいですね、この知ってる方と知らない方の差がね。知ってる人みたいな、うんうんってね、知らない人は頭の中でそんなこっちね、そんなこもうで、私が3月13なんですよ。え、だからくまモンが12で私が13ね。あ、よかったですよね。誕生日おめでとうございます。東京に行っても熊本弁で喋ってます。ありがとうございます。熊本出身の人で、はい、熊本弁ですぐ喋りかけてくれた人は、はい、八代亜紀さんと島津亜矢さんと水前寺清子さんだけです。スクリーンシチューはね普通に返してる。元気しとって、元気しとったねって言われても、うんうん、あ、はい、とっても元気です、ね、あれ逆にびっくりするでしょうけどね。いや、逆にびっくりするでしょう。熊本に急に喋ったこと、対応できないの。同じ熊本出身でね。ねえ、そうがねえ、ねえ、とつけみにゃ話してとつけみにゃです。とつけみにゃって今若い子使うのわー、どうなんでしょうね。意味わかんないね。わかんない、ね、わかんない、うん、とつけみにゃってわかる。あの、怖がってます。大丈夫だよ、怖がってます。顔でかいけど遠くにいるから、ね、ありがとうございます。いやでもすごい、コロクさん、でもこうやって花畑広場でこうイベントなんていうのはどうなんですか。あ、なかなかないですよ。ですよね。もうくまモンがもう私は多分あの熊本一番親友だと思ってますから。あ、もう一番近い存在ということ。いやですか、もうですから、はい、まあ、じゃあ行く行くって言って、もう今日もいや、ありがとうございます、はい、他の仕事は全部ちゃんと断って。ありがとうございます。これが終わったらすぐトンボ帰りで、はい、東京帰って仕事します。早いですね。断ってない、断ってない。きちんと入れてるんですね。はい、いや、そらね、ねえ、動き出したんで、いろいろとね。いやいや、ほんとほんと。もうでもおかげさまで、私ですね、はい、今年で、芸能生活44年目迎えました。 おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということは、すごいんですよ、はいはい、国の方から賞を2ついただきまして、続けて2ついただいたんです、なかなか2つもらえないじゃないですか。なんでそれ、いただいた賞が、はい、花粉症と蓄膿症。みんな持ってますよ。みんな優勝ですよ。そしたらみんなもらってる。みんなもらってる賞です。はい、みんなもらってる。ありがとうございます。あ、みんなもらって、だいたいこの時期みんなもらってる。そうですよね。でもまあそんな言ってたら、来年はまあその45周年なんで、そうですね。またなんかこう熊本で、ちょっと地元でみたいな。やります。あとは来月はあのカントリーパークで食フェスを、エンタメ と、そういう食フェスで、うん、であのゲストであの宮迫をちょっと、トドロキさんやりますから。ユンやりますから。本当ですか。私 DJ コロッケ今やりだしたんで、ちょっとそっちの方で。じゃあ宮迫さんとのこのコラボもあるし、あと7日の日だけ小林幸子さんもあって、すごい、ね、じゃあまたあね、熊本のために、はい、ですからあの今度食フェスの方は ステージが2つあって、1つはダンスチームの人たちに出てもらって熊本の、ね、はいはいはい、もう1つは熊本のアーティストの人に出てもらって、じゃあここから先またこういろんなところで熊本を広めていこうと思っております。いや、ぜひよろしくお願いします。いや、でもそれで言うとやっぱり三河健一さん、やっぱこういうね熊本の広いところでやるっていうのはやっぱり嬉しいんじゃないですか。ありがとう。三河です。ペロンペロン。いや、ペロンペロン。川村隆一さんと同じじゃないですか。川村さんもペロンペロン。川村隆一さんも三河さんもなんかペロンペロンってしたい顔してる。いや、その顔のイメージでしょ。完全に隆一さん、さっき
そういう人ですってさっき言ってましたからね。ですからあのお年寄りの方たちは、はい、マイクを舐める人なんだな。いやいや、おかしいおかしいだから若い方がね、野口五郎さんのことを鼻くそおじさんだと思ってた。全然違いますよ。もうそういうね、そういう悪い教育をするから武田鉄矢さん、やっぱりね、教育ってしっかりしなきゃダメなんですよ。当たり前じゃないです、ね、それはちゃんとやらなきゃいけない、ね、そうなんです。くれがつまないいえ、なあれ、はい、さっきからずっとネガティブなんですね、ずっとない。あれ違うんですよ、あの早く終わらせるにはネガティブな歌詞でないと、そっちじゃないと終われない。なるほど、なるほど。でもね、楽ですよ。でもコロッケさん、でもそう言っても今言っても年代的に高い人ばっかのモノマネだったんで、ちょっとやっぱ若い方の、ね、若い方ので言うと、やっぱりね、去年も騒がせまでいろいろ平野紫耀さん、やっぱそこら辺っていうのはやっぱどうなんですか。うん、ちょっと顔は見ない方がいいかもしれない。ごめんね、顔は無理です。あのもうね、この年瞬間に引いてるのが分かります。そうですね。だって翔くんの真似ってほとんどやんないですから。いや、びっくりしました。ちょっと発音いいよね。うん、これ翔くんからも購入もらってますから。え、もらってるんですか。もらってます、もらってます。あら、当たり前じゃないですか。あ、そうなんですね。もらってないのは長渕さんだけですよ。いや、怖い。怖くてもらえない。怖いですよ。いやいや。翔くんはちゃんと目の前でやってもちゃんと OK だったんですね。え、あの翔くんの真似してもいいですか。あ、大丈夫ですよと。好きな食べ物は揚げおかき、あ、違う、濡れおかきだ。変わってるじゃないですか。間違えちゃった。全然違うし。いや、でもね、やっぱ、いや、でもあのあれですよ、うん、私は、はい、そういう今の人もやりますから、うん、ああ。ちょっと待ちきれなかった、くまもん。あ、ごめん、びっくりした。長いわって。尺ね、尺ね、あ、ごめんなさい、ごめんごめん、この尺がね、尺で言うともう使い切ってるみたいなんですよ。あ、ほんとだ。マジでもうマジでもう巻きが来てて。じゃあやるやるやる。はい、これでくまもん巻き巻き。いや、ただね、くまもんも今回やっぱコロッケさんと一緒にステージ登るっていうので、うん、かなり練習をしてきたと。おで、今日はコロッケさんと一緒にちょっとやりたいものがあるらしくて、はい、あの、クマもさっき言ってたあれよね、あの、ロボットね。あ、ほんと？そう、マジで、マジで、すごい。あの、一応ビデオは渡しましたよ。ああ、渡した、ビデオ渡した。あ、だから真剣にちょっと練習したみたいで。マジで今日、クマもんが真剣にやることあるの？なかなかないです。だから、コロッケさんだからやったんですよ。そう、だから今日はちょっと、あの、いつきの方を一緒に、違うね、一緒に。いや、どうですか、皆さん、イエーイ、練習の成果を。いや、これすごいね。そう、ちょっとこれ、はい、できます、いいですか。あ、全然大丈夫ですよ。いつきロボちょっと、じゃあ、くまもんどこから入る。なんかじゃあね、じゃあね、どこから行く。こっち側に、こっち側にいる。これこっち側にいた方がいいかな。そうね。で、くまもん、あ、じゃあそっちで、ね、じゃあ、うん、ちょっとお任せしてもよろしいですか。はい、じゃあ、コロッケさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いつきロボットひろし、ちぎり。うまいじゃん。今くんもムーンウォークやってたの分かりました。ムーンウォークできるようになったの。あ、さっきの方がうまかったな。え、すごい。え、どれぐらい練習したの。あ、2年も練習したんだ。いや、でもすごいすごい。いや、普通なかなかこれ覚えられないから、うん、いや、今度からムーンウォークだったらこれ、あ、もう世界に行ってるけど世界でやれるね。、うん、なんかあとね、さっきコンビニ挟んだんだけど、コロッケさん、うん、
まだちょっと今日練習してるもんがありまして。なになに。岩崎宏美さん、岩崎宏美さんと今アバンギャルディはもうアバンギャルディが世界に、ね、いやいやもう今ね流行ってますよシティポップが、うん、だちょっとやりたいっていうのをちょっと岩崎宏美さんやあるえ音あるの。 ありますもし あるそうです。え何バージョン。早送りバージョンだ。あのかなり練習してきたそうな。ちょっといいですか。4倍速だよ。いいですか。4倍速で早送りバージョン。おドキドキしてる。じゃあこれじゃあお願いします。俺もやった方がいいですよね。もう絶対お願いします。お願いします。わかりました。じゃあ、岩崎宏美さんシンデレラハネムーン4倍速お届けしましょう。いや練習の成果コロクさんどうですか。いや全然もうね横で見てて、はいはい、半分しか見えなかったけど、はい、いやでもね早い。いやもうあのコロクさんが何倍速でもいけれるように最大8倍速まではなんとかやれるようには。だってねこれ、はい、合わせてもこれのところとか、はい、あと最後のツタツタツタとあそこもねあれなかなか覚えられないから。ないですか。イエーイ。ありがとうございます。イエーイ。マジですげえ。ありがとうございます。いやいやこれ嬉しいな。いやよかったね。熊本ね。来年はじゃあ野口五郎さんの早送りなのかな。できますか。いやもう全部いけるでしょ。もういけるよ。それだけもうやっぱ熊本もコロッケさんと一緒にまあやりたいっていうことだったんで。いやいやこれ嬉しいわ。ちょっとじゃあ来年は別の早送りでね。別の早送りでお願いしたいと思いますが、ね、BTS でもいいじゃないですかね。あー BTS ね。ドラマイトとかね。あ BTS、うん、今日 BTS はご在宅でございますかね。あ僕はあ BTS の誰かですあ誰っていうと怒られるでしょ。あだからあ BTS の誰かでしょ。いや誰ですか。いやサムゲタン。サムゲタンですもう知ってる知ってる。いやダイナマイトですよ。サムゲタンじゃない。サムゲタンじゃないですから。これあの韓国の方が多いところでやりましたシーンとしてよかったですね。ホームでよかったと思います。よかった熊本だからだ。ありがとうございます。だ BTS って言わないですからね皆さんはね。あそうですよね。 BTH BTH どうですか。あの、うん、分かる方あ分かる方分かってあもらえればあ BTH 皆さん大丈夫 PT 大丈夫ですか。 PTH ですか。あためですよ。いやためですよ。ダメですよ。あためダメ言えない。ダメです。ダメですよ。いや、ダメです。同級生みたいな感じになっちゃうから。さあ、ね、ダメだって言ったら、くまモンにダメだって。あの、くまモンが今日はやっぱりね、くまモンのステージですから。誕生祭ですから。ただ、やっぱり今日は、くまモン、やっぱり最後は、なんかこう、一緒にステージ盛り上げたいということなんですよね。おう。じゃあ、せっかくなんで、ちょっと、くまモンを支えてるお姉さん方、はいはい、ちょっと登場していただきましょうかね。くまモン隊の頑張っていただいてね、お姉さんたちもね。そうですよ、あのせっかくですからね。もうせっかくですから、もうやっぱコロクさん、はい、今日はお祝いですから、やっぱもうみんな上がってもらった方がいいですよね。いろいろと ね、 ね。じゃあどうぞ皆さんお上がりそこまで黙りお客さんあげるな収集つかなくなるでしょ。じゃあとそこの席に他の人が座ったらダメだもんね。ですよね。ですから、あのちょっとあのもうとにかく出れる人ほら出れる人、うん、じゃあ音声さんとかもどうぞ、ね、なんかね音響さんとかもあとねみんなで出てね。そうですね、そうですよ、みんなで盛り上がっていきましょうかね。じゃあもうせっかくなんで、はい、みんなで歌える歌が、そうですね、あのくまモンプロデュースで私が歌っております、はい、あの皆さんご存知のね虹という曲。ありがとうございます、はい、してる、うん、あれをね歌いますからね。でよかったら皆さんも一緒になって、ね、お姉さん方どうもどうもどうも、ね、はいどうぞどうぞね。 ありがとうございます、ね、いやいやどうぞ、よかったら出てくださいね。はいね、あよかったらこうやってねちゃんとお姉さんが出てもらえるとね。そうそうそう、はい、あれあのお姉さん方もコロッケさんとこうやって一緒にステージに立つっていうのはないでしょう。あの熊本誕生祭とかでは前もね来ていただいた時に、はいはいはい、ステージが向こう側にあった時、はい、そうです、前回の時です。2017年ですね。はいはい、懐かしいですね。それ以来ですよね、はい、あ、はい、で今回が
まあ、こうやってまたくまモンね、はい、誕生祭にコロッケさんが駆けつけてくれたということでございまして、はい、嬉しいですね、一緒によろしいですかね、せっかくですから ね、意外と上に誰も上がってこなかったです。そうですね、あのあれほど打ち合わせの時はみんな上がるって言ってたんですけど、結構消極的ですね。どうしました、そのつもりでした。なんならもう前の方でございますか、さすがにそこは大丈夫ですか。これ以上時間延ばさないでください。そうですね、飛行機の時間があるんで。ありがとうございます。そうだった、帰ってすぐお仕事でした。そうそうそう、分かりました。本当に出ちゃった。あ、せっかくなんで大丈夫です。いやいや、めちゃくちゃスタッフ。本当に出た、あの人たち本当に出たがりなんですよ。びっくりしましたよ。実は出たがりなんです。あんな普段着で来ると思う。むしろあの仕事着の方です。ありがとうございます。じゃあコロッケさんお願いしてもよろしいですか。じゃあお姉さんも一緒によろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。一緒にあの知ってる方は口にさせてくださいね。はい、ね、じゃあお届けしましょう。虹。子供たち一緒に歌ってね。歌詞はね、あそこに出るから。歌ってね。庭のシャベルが一日濡れて、雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げていれば、ものが一日濡れて、風に吹かれてくしゃみを一つ、かわいい雲が流れて光が差して、見上げてみれば、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、ありがとうございます。熊本地震もね、少しずつ落ち着いてきた形になりまして、過ごしやすいね、形になってきて、もうすぐ県知事選挙が始まりますね。みんながね、いい熊本を作りましょう。あの子の遠足、一日伸びて、涙乾いてくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみれば、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気、きっと明日は晴れでしょう。本当にありがとうございます。これからもね、くまモンがどんどんと素敵なことをたくさんやってくれます。私もそれが後押しできるように頑張りたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、明日はいい。いや、欲しいですか。え、おかわりが欲しいですか。おかわり大丈夫です。
らなきゃいけないんで。そうなんですよね。いやでもコロッケさん、はい、いかがだったですか。今日あの熊本誕生祭久しぶりの登場だったですか。そうですね、はい、まあでも本当に熊本のためにふんなこつ大変頑張ってですね、あの皆さんにね喜んでいただけるような熊本はまた全国に広めて、また世界に広めて、そして熊本と一緒に熊本が手伝ってくれたらもう何でもできますからね。うっしゅうっしゅ、はい、熊本俺の顔乗っけて、せーのこれレアですよ。これはレアですね。これレアですよ。今あの撮影タイムですね。手乗りコロッケ。すごい。いや。ナイスでしょ。はい、写真タイム。カメラマンが来たね。はい、せーの。せーの。はい、にいやこれは素晴らしい。候補の方撮りましたか。候補の方。候補の方撮りましたか。終わりますよ。せーの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。瞬間で戻りますからね。ねえ、いや楽しいです。でも熊も本当におめでとうございます。ありがとうございます、ね、じゃあ最後に、はい、ハッピーバースデーを誰かと歌おうか。おいいですか。誰がいいかな。誰がいい、誰がいい、誰がいい、誰がリクエスト、誰のバージョンがいいですか。誰がいいですか。ちょっと私行きましょうか。誰だろう、誰だろう。子供が手挙げたよ。逆にちょっと緊張感が走りますね。誰がいい。郷ひろみさん。郷ひろみさん。郷ひろみさん。玉置浩二さんですね。いや、郷さんさっきやった。いや、あの、ちょっと待ってくださいね。玉置浩二さんって知ってる。知らないよね。知ってるそうです。知ってるそう。バイキマンは。知らない。バイキマンは。バイキンマンは20でもいい。20でもできるわけないでしょ。今ちょっとやろうとしたけど、うん、分かりました。じゃあ、まあ、ちょっと全体的に分かるようにちょっと、はい、玉木さんって今盛り上がったんで、はい、じゃあ玉木さんでハッピーバースデー。ありがとうございます。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 no 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 no、 ハッピーバースデー、No, no, no. おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。おめでとうございます。そしてスペシャルゲストコロッケさんでした、はい。ありがとうございました。大きな拍手をください。ありがとうございました。おかげさまで今体重が94キロです。体重太ったの。頑張ってやってください。今顔が42キロです。じゃあ今度痩せた時のコロッケさんもお楽しみということで、コロッケさんでございました。ありがとうございました。コロッケさんも誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということでね、もう皆さん覚えましたね。あのコロッケさんの誕生日がもう熊本とすぐ隣同士ということで、はい、ですから、来年以降は多分熊本誕生祭とコロッケ誕生祭が一緒になると思いますね。そうですね、そうですね、はい、ぜひお願いしたいと思います。はい、お願いしたいと思います。もう本当にありがとうございました。いや楽しかった。ありがとうございました。熊本ありがとうございました。熊本と熊本会のお姉さんたちの大きな拍手を。さあ続いてでございます、はい、2時半からこの後2時半からね、またステージイベントを行われますんで、はい。